ではスターティングメンバーです。前節から1人メンバーの変更があります。キーパーは長谷川、最終ラインは右から藤田、内田、阿部、新井、アンカーの位置に桜井が入り、その1列前に白井と渡井がプレーをします。左のワイドが西谷、右が浜下、そして今日ワントップは藤尾ではなく武者が馬券がを起用してきました。キーパーは今日は初スタメンになる増田拓也です。最終ラインは中央に姿、右に黒木、左に井川治ヘンリーの3バック、1列前アンカーに川原が入り、左に竹本、右に阿部海斗というウィングバック、中盤の中央には伊藤俊が構えて、左に坂本、右に杉山、ワントップ高橋俊樹という攻撃陣です。ペナルティーエリアの中には3人います。熊本、ここで奪った徳島、スペースで渡井が受けます。左サイドでものすごいスピードに西谷が駆け上がってくる。右には浜下、左の西谷を使った。西谷トラップからクロスが来る、渡井のシュート、中央で合わせました。いや、いい流れでしたね。徳島というところが一つポイントでしたし、はい、渡井が持ち上がりながら馬券が、ね、中央のポジションに流れたことで西谷が空きましたよね。で正確なクロスから最後渡井、まあ、ここまでの山口、山形、大宮という熊本の対戦相手を見ましても、まあ、最もこのボールを持たれた時に走らされるのはおそらく徳島でしょうからね。そうですね、まあ、相手の子たちを見ながらね、どういったプレーが一番有効的かというところですよね。桜井から右の浜下、中には馬券が飛び込んできた。先制徳島、前半30分、武者が馬券が今シーズン初ゴール、起用に応えます。そうですね、ここも奪ってからやっぱ早かったですよね。桜井が持ち上がって相手の守備ラインを下げさす、この浜下のボールも、まあ、ダイレクトで、まあ、クロスを送ったことで馬券がとのこのタイミングも非常に合ってましたよね。馬券がもうボールが上がってくる瞬間に相手の前にポジションを取って、あとは彼の強さというところでしたね。なかなか出しどころ見つかりません。一度杉山に当てて阿部海斗、中に侵入、川原が一人かわした、グラウンダーのクロスシュート、決まった。竹本、いや失礼、伊藤の素晴らしいゴールがありました。クロスバーに当たって強烈な一発。そうですね、スローインからですけどもね、川原ですかね、まあ、深いところまで、まあ、侵入できたことで、まあ、相手を押し込んでマイナスのところ、まあ、最後伊藤ですけどね、はい、しっかりと枠に、まあ、正確に蹴り込みましたね。こうアウトサイドですね、まあ、難しい、まあ、キックの質ではありましたけども、しっかりと、まあ、ゴールにねじ込んだっていう。当然徳島はベンチに21歳以下日本代表候補、まあ、その直前のトレーニングマッチの中でも2得点を挙げている藤尾がいますので、どのタイミングで投入してくるか。左で坂本が受けます。熊本クロスが来て高橋、いや逆転ゴールが生まれました。熊本高橋俊樹、開幕戦以来3試合ぶりのゴール。ここも最初、まあ、徳島のプレスを剥がしていくんですけどもね、そこから始まりましたよね、まあ、徳島のディフェンスライン下がりましたし、まあ、坂本のこう左足のこの精度ですよね、ここ高かったですよね、まあ、高橋も、まあ、相手守備者 の, この最後のところにうまくタイミングよく入ってきましたし、渡井が拾って藤田に預ける、藤田から白井、右の浜下、ゴール前には3枚入っています。中に入れた渡井、前を向く、さあ進入して藤田のクロス、馬券が初スタメンにして2ゴール、武者が馬券がすぐさま追いつきました。ホームの徳島います。今日のゲームです。この斜めのパスが渡井に入るんですけども、ここの競り合いで勝てたことがまず大きかったでしょうね、はい、渡井が少し持ち出し、相手が食い散らしてサイドの藤田ですかね、あと巻いてマニアでディフェンス当たってますけど も, もうそこをしっかりと反応した馬券がよく前に出た。黒木呼んでいました。さあ黒木が運んでシュートを狙ってきた。ゴールマウス捉えていました。長谷川がっちりとキャッチ、リカーった後も黒木集中してましたね。白井のクロス、ボールの先には藤尾がいました。さあこれカウンターに出る熊本、右に預けて杉山、俊田も入り込んでくる。
杉山キープして自ら狙った、これは枠の外、しかし鋭い弾道でした。逆に熊本がね、相手が甲子門の中で奪って、まあ、スペースある中で、まあ、彼最後、まあ、杉山の左足一発で藤尾を狙う。藤尾と井岡の空中戦、こぼれ球、この球ダイレクトで狙っていきました。ここシンプルにね、まあ、藤尾を使って、はい、まあ、こぼれ球も近く、まあ、いい距離感でね、あれだけスタメンのメンバーが走ってくれますと、はい、途中投入の選手たちやらないわけにはいかないっていうね感じになりますよね。その思いも受けて戸下が飛び出す、戸下のシュート、ビッグセーブ長谷川。いや、いい形で、まあ、戸下ね抜け出しましたけども、熊本ボール、東山、相原、ゴール前に戸下と藤田一斗、クロスが来た、弾き返したところで試合終了の笛が吹かれました。4つのゴールが生まれましたこのゲーム、しかし勝敗はつかず2対2、徳島対熊本の一戦は引き分けに終わっています。